沖縄コザを地元の人がより深くよりディープに物、人、ことを発信するコザ好きや今後好きになってくれる方々に向けた沖縄市の情報発信番組です。コザの裏側。こんばんは、ミキトニーこと糸数美希です。さあ今月最後です。ゲスト MC この方。よっしゃ、もっと頑張るぞ、純正シェビー。はい、お願いします。オーケーオーケー、はい、最後ですけどね。最後か。ぜひ張り切っていきたいなと思います。よっしゃ、うん、はい、はい、沖縄市講座のことならミキトに任せろ。イエーイ、ありがとうございます。よしよしよし、いいねいいね。オーケー、はい、何でしょうか。はい、沖縄市をさらにさらに盛り上げる、ためには何ですか。あー、なるほど。なんか改めて、やっぱ女性のパワーっていうのを、おーおー、なるほどなるほど。そう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 、うん、もっとこう全面にコザに取り込んで、はい、こうプッシュアップしていこうかなっていう、はいはいはい、いけたらいいなっていう思いがあって。なるほど。この後、うん、ある女性社長さんと、はい、私も一応あの社長の端くれなんで、うんはいはい、ちょっと差し飲みに、はいはい、行ってきたいと思います。差し飲み、はい、差し飲みに行ってきたいと思います。これは、はい、ということで出た。今月は以上となります。お疲れ様でした。これはちょマジで俺は違うってこと。ごめん、ちょっとあの女子同士でしか話せないこととか。これあれでしょ、結局何視聴率の問題じゃないの。あの最初俺別にこっちにいなくてもよかったんですけど。そんなことないです、うん、そんなことない。純選手の力が必要だったんです。あ、だからオープニングはなんですよね、視聴率のために。はい、もうね、こう10月盛り上げていただきましたんで、はい、また何年後かにね、お会いできたら。いや、別にこっちだけじゃなくて、他に会う機会もあるんですけど、 そうよね、そっちは避けないでください。わかりました。いや、今月ゲスト MC 純選手ありがとうございました。はい、わかりました、ありがとうございます。今から暇なんですけどね。ごめんね、行ってこようね。いや、僕暇なんですけどね。こだの裏側。さあ、やってきました。おしゃれなお店でございます。ちょっと自己紹介してもらっていいですか。はい、お願いします。はい、沖縄県内です。小屋か薬局40店舗やってます、宮里さやかと申します。よろしくお願いします。最近社長になったんですよね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、ちょっとね、おしゃれなお店だからあんまり大きい声出さん方がいいかなと思ってなんですけど、はい、私あの実は面識あって、いろいろそう、いろんなところで会うんですけど、がっつりお酒は初めてです ね。もうだからこれカメラが入る前から実はもう始めてます。すいません。めっちゃ楽しみだったね。え、ほんとに相模そうありがとうございます。美しい。ありがとうございます。これちょっと商品説明してもらいたいんですけど、これは何ですか。そうですね、こちらは、青森から直送で送られたトウモロコシと水とミルクとオリーブオイルで作った冷製スープ。でこちらはこちらが沖縄のセイカ と、京都の泉州ナス、水ナスと、はい、モーイのピクルスで自家製のリコッタと、でそのリコッタチーズを作るときに出てくる、ホエで作ったソースです。はいはい、ちょっとややこしいです。はー、すごーい。で最後なんかすごいことを、ね、なんかすごいことをやってます。うん、そうとりあえずこちらはこちらが、読谷の紅豚の炭火焼きと、奥にジャガイモのミルフィーユ状にしたタルト生地の上に、沖縄のキノコです。なんかこれでソースがお肉のジュという、はい、まあ、エキス、肉汁のソースです。はいはいはい、じゃあいただきましょうね。すいません、ありがとうございます。はい、これが気になるんだよな、新しいクルトン。いただきます。いただきます。わー、すごい、トウモロコシの濃厚な甘さ。お、このクルトンの役割は果たして、このパリパリが美味しい。青森感じました。青森小座で、うん、美味しい。でも本当に美味しい。このいやらしくない甘さっていうんですか、うん、ね、うん、上品な、ちょうど高温の甘さと。リッキー、さすが。さすが、美味しいです。ありがとうございます。これも気になる、セイカと、セイカと京都のいわゆる水ナス、リコッタチーズ。そう、はい、これ自家製って言ってすごいっすね。はい、食べてください。うーん、美味しい。
最高。あ、最高、あ、食べたい食べたい。これはね、うん、白ワインに合うやつ。合うやつ、うん、いただきます。もう入れた瞬間から美味しい。うん、うん、香りが本当に、チーズもバランスいいし、うん、せいか柔らか、美味しい。もう一本開けちゃうよ。いっちゃいましょう。一本じゃ足りない、これは。いただきます。じゃ続きましてですかね、うん、続きまして、いただきます。はい、くるくるくる。どうですか。炭の香りしてます。おいしい。このちょっと柚子胡椒気になる。早くない。いや、炭の香りすごくないですか。柚子胡椒もいい塩梅、なんかとっても辛いわけでもなくて、いいアクセント。ミッキー、おいしいよ。こんな繊細な料理を、しかもね、一本アベニューから入った、うん、ちょっとこう目立ちにくいというか、隠れ家ですね。隠れ、本当にいわゆる隠れ家で味わえるっていうのは、うん、沖縄市に宝ができたってマジで思ったの。素敵。うん、だからここに来るために沖縄市に来るっていう理由になるぐらいのマジでお店だと思ってて、うん、いいお店ができました。コザのうらがわ。じゃあ乾杯。イエス。はい、いただきます。イエス、いただきました。これどうすか、これ美味しそう。これは本部町さん、本部町さんアセロラ。イエス。おお、美味しそう。で、こっちはガーデンモヒートです。ガーデンモヒート、はい、ライム入ってるそうです、はい、いっぱい山盛りです。じゃあ一旦お下がりますね。モヒート。鼻から出てきた。鼻から危ない危ない。あ、でもアセロラのちょっと甘酸っぱさもあって美味しい。美味しいですよね。うん、シャレトン。いや、ここね、シャレてるのよ。いつも思うんですけど。ありがとうございます。いいっすね。はい、この雰囲気。なんかしかも美味しそうななんか料理もあって。これありましたっけ、こういうメニュー。これね、あの1階のあのレストランからこのバーに料理をあげて食べることができるんですよ。めっちゃいいじゃないですか。実は裏技。これ知らなかった。コザの裏技。コザの裏技、ぜひ皆さん覚えて帰ってください。これいいっすね。こうやって軽食食べられるの。そう。ありがてえ。そう。もっとありますから。メニュー。ね。はい。今日は何これ？ローストビーフと。と。そう。オニオンリング。イエス。で、ローストビーフ。あ、ぜひ。ちょっとめちゃめちゃ美味しそうなんですけど。ホテルクオリティですね。あ、野菜いっぱいあるのもありがてえ。ありがてえ。ありがてえ。ミキトンヒーの評価もらったらみんな。野菜高いね今、何もかも。いただきます。いただきます。うん、野菜もシャキシャキ。お肉ジューシー、柔らかい。美味しいんだよね。ソースたまんないっすね。あざす。小座の裏側。やっぱ共通点としては、はい、子育てをしている、会社を経営しながらっていう、まあまあ もう私なんてもうペイペイであれなんですけど、やっぱそういうところでのこうなんで仕事をしながらの子育てのもう相談だったりとか、子育てってね、やっぱ一筋縄ではやっぱいかなくて、yes. 私ちょっとね、真面目に考えすぎるところがねあって、自分でそれを苦しめてるみたいな。こう見えてね。そうなんですよ、はいはい、でもね、沖縄市ってなんか子育てするにはどうなんですかね、子育てしやすい町なんですかね。でもほら、健やか薬局とか健やかグループさんって、まあ、そういう世帯を応援してる企業である、ね、もあるじゃないですか。そうそうそう、なんかこう、なんていう、企業理念として掲げてるものとか、なんか意識してることってあるんですか。そう、うちもあの沖縄市で実はあの7年前に保育園を、うんうんうん、あの沖縄市あげだで立ち上げたんですけど、うんうん、まあ、その時に、じゃ沖縄市の課題って何って向き合った時に、やっぱり貧困問題。あ、はいはい、ね、で貧困問題 あの一つの中に、やっぱり、まあ、なぜ貧困になるかっていう、でそうするとやっぱり 学歴のね、はいはい、あの問題があって、教育格差ってやつですね。で教育の悪循環を、まあ、健やかは、まあ、一つクリアしたいということで、
脳育というものを入れて脳みその脳に育児の育ね、はいはい、で、まあ小学校上がるまでには、まあ、読み書きが最低でもできるようにというプログラムと、あともちろん運動もできるようなプログラムを取り入れようということで、まあ、県外からちょっとコンサルタント入れて、はいはいはい、で、まあ、頑張ってます、やっぱりね、なんか勉強だけだと子どもたちにこう強制的じゃなくて、はいはい、とにかく楽しみながら、でまた子どもってまあ一人一人いろんな色があって、はい、まあ、一人一人違うので、うん、まあ、その子に合わせたこう楽しみ方を提供したいっていうのを教育理念に今頑張ってるんですけど、いいですね、まあ、だからこれっていわゆる健やか薬局、健やかグループの方が入るような保育園なんですか？いや違います、市の認可なので入る子どもは沖縄市が選びます。なるほど、じゃあ沖縄市の本当に子どもたちのために届けている、はい、もちろんこの子をこうなんていうのな、しっかり育てるっていうことも我々の任務責務ではあるんだけど、やっぱり仕事をしながら子育てって思ってる以上にハードじゃないですか、うん、でそんな中その役割を保育園だったり学校が担ってくれるというか、一緒に協力体制でサポートしてやってくれるってどれだけ心強いかありがたいかってすごく改めてね、こう子育てする上で思うんですよね。でそういうそこもだから考えてプログラムに組み込んでくれてるっていうのはありがたいよ本当に心強い、マジで。で、まあ、今1か所ですか？はい、まあ、これからじゃあねいやいやいや、2か所3か所と増やしていっていただくと、もっと安心して子育てしながら、やっぱ女性が社会進出していくことって私はすごく重要だと思ってて、ありがとうございます。そういうなんか役割も担っているんじゃないかなと思ったので、うん、ぜひお願いします。いや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 引き続きお願いしますコザの裏側、健やかグループ。やっぱここいいっすね。ありがとうございます。どうですか調子は絶好調です。絶好調最高じゃないですか、はい、いつから社長に就任されましたっけ？いや今年の4月です。ですよね、はい、それからどうですか、何か 変化とか？もう変化しかない。一応大変ですよね。もう私就任行きましたけど、いやいい会社だなって改めてめちゃくちゃ思って。語らせてほしいこの番組で。あ、もうぜひありますんでカメラ、はい、でも本当にね、素敵な、もちろん会長のお人柄も素敵だし、うん、やっぱ改めて社長になったさやかさんのこの、この感じ、社長この感じ、そうそうみたいなのが私的にすごくこう、こういう方がトップに いて、でこれから沖縄は沖縄市だけじゃなくて沖縄の社会が変わっていくんじゃないかなっていうのがすごくこうワクワクするというか嬉しい気持ちになったんですよ、勝手に一人でハーバービューでハーバービューでいやすごいなと思って、本当に最初はね、うん、1号店知念小児科っていう、私そこ通ってたんですよ。おお、本当に？そう、知念小児科、知念先生にとってもお世話になってて、うちの弟も妹も、なんならうちの娘も知念先生に見てもらって、いよいよ閉まりますっていう、もうご年齢っていうのもあって、で健やか薬局の1号店がそこって聞いて、嘘っていう、そこからスタートして今じゃないですか。いやすごいな、本当に県民の健康を支えてきた本当に会社だと思ってて、それをこう皆さんで作り上げてるのがすごいなっていう。で、ある意味やっぱ沖縄市の市民として誇らしいというか嬉しいなっていう気持ちだったんですよ。もうありがとうございます。もうなんかそれを聞いて嬉しいです。あ、本当ですか？いや本当に勝手に思ってるだけなんですけどいや助けられてる方多いと思いますし、本当にいやすごいな。そういう仕事だ、プレッシャーの中で仕事しながらまた子育てしてるじゃないですか。それがまたですね、うん、たまたま勇気と度胸で明るさでやってるタイプなんで。いやいや、それがさ何よりももう証拠じゃない、すごいなと思う本当に。それだけでは本当はできないと思いますよ。でも社員が本当にうち優秀なんですよ、うんうん、本当ありがたいことに。だからうちの会長が作ってきたこのなんか健やかな雰囲気とか、
なんか文化とかがめっちゃ高く、あったかくて、私もそれに支えられて、だから2代目の中で多分一番幸せじゃないかなって勝手に自負しているぐらい、本当に。いやー、じゃあ2代目になって、はい、これからどうしていきましょうか。とりあえず私の代では潰さないそれだけです大前提としてね、そこはね潰さないまあね、もちろんお父様というか、まあね、会長が作り上げてきたものがね、そうものすごいじゃないですか。 それをじゃあまずは継続して、はい、継続する。そこからまた先にね、あと、まあ、今回ねコロナとかあとは地震とか、まあ、いろんなねあの災害が多いじゃないですか、うん、台風もそうだけど、うんうん、だやっぱり薬局っていうのはあの医療インフラなので、まあ、そういう災害の時に、まあ、救急車とかあの警察と一緒で絶対休めない職業っていう中でのなんかこう、まあ、意識っていうのかな、まあ、社員もそうですし、あとは体制とか、まあ、いろんなそこはちゃんと整えなきゃなっていうちょっと責任感、そこのプレッシャーはありますよね。うん、なんかあった時にはちゃんとこうあの患者さんを受け入れられる体制、はいはいはい、うん、そういう時にしっかりと支えられるような、地域の皆さんに還元、なんかこう安心できるようなあの健やか薬局っていうところの体制は作っておきたいなと思って。いや、そういうね会社があるっていうのは、うん、我々としてもこう日常を送ってる中ですごくこうありがたいじゃないですか。なのでね、もう本当に体だけは壊さないで頑張ってくださいアルコール消毒してしっかりアルコール消毒して、口が悪いからね、はいはい、頑張ります。大丈夫ですよね、はい、じゃあ乾杯しましょうかね、はい、乾杯。